今日明日泊まるお部屋です。まあ新しいところにしたんで綺麗ですね。毎回あれなんですけど 2人部屋といいますか、全員ルームは用意されてますけど、1人で泊まります。あとはですね、なんとか大阪いらっしゃいませクーポンみたいなのをいただきまして、なんか6000円分なんか使えるみたいですんで、まあお得ですね。はい、じゃあちょっと街に繰り出していきたいと思います。